はい、どうもリッチです。さあ今回もグッドカンパニー続きやっていきましょう。さあ前回ね、このまあステージ1クリアしまして、今回からはチャーリーズリターン、工場ですね。何これ、チャーリーズサーキット株式会社が閉鎖するってありえないですよね。お父さんが何十年も働いた会社です。倒産させるわけにはいきません。実力を発揮して何とかしましょうと。お父さんとチャーリーのためにもと、会社を立て直すと。実業家っぽくなってきましたね。家から始まってと。行きましょうか。どういう製品なんだろう。基礎研究データとかですね。行きましょう。さあチャーリーズサーキットやってきました。ここでお父さんが働いていたんだと。楽しい話を幼い頃聞いて育ったんじゃないですかと。でも寂れてますね。ここ売られてるんですか。あ、買えるんじゃないこれ。クリックできるよ。あらあら、見つけちゃったな。高そして、だ一応2つあるけど、こっちが組み立てっぽいね。電卓があるんで、だここで部品を作って送るんだと。ちょっと離れてますけど、これ物流モードね、まあ、ちょっと広がってくると大変みたいですね。カメラが動かないんで、この時に動かないんですよ。ちょっとそこら辺を考えながらやっていかないといけないね。まあ行きます。さあ人生の半分以上これ働いて過ごしたようなものだからね。いや2人とも誰がこう管理してるのかって聞いて立ち寄らずにはいられなかったよと。お父さんですね。この2人の方が親子関係あるでしょ。この女性とね、お父さん鼻が高いでしょうと。まあ息子がね、実業家として帰ってきたと。彼の経歴を知らないですけどね。じゃあこの2人が今回はアドバイスをしてくれるんですね。頑張ろう頑張ろう。過去の栄光を取り戻してくれることを期待しているよと。この不思議な台座はなんだ。まあ、これですよね。現役の頃にはこんなものはなかったぞと。これは物流チェーンですよ。これらを使って従業員が収納庫管でアイテムを移動できるように調節しているんですと。ああなるほど。ここではね、多分ね、止まっちゃってますけど。最近は何でもハイテクな機械出てきちゃうんだなと。それでも従業員たちは不可欠な存在ですけどねと。試してみましょう。この物流チェーンにはすでに従業員が1人割り当てられていますと。どうつながっているか確認しましょう。ここか。ああ、はい、こうですね。あ、前って開いたっけ。わざわざ変わったのかな。やっちゃいましたね。あ、ここで運んでくれると。お、便利。これちょっと飛んじゃったね。申し訳ない。なるほど、物流なんちゃらすごく役に立ちそうだと。次は何を思いつくんだろう。めちゃくちゃ赤字なんですけど、大丈夫ですか。材料費がすごいですね。ん?こんな減ってる?なんか抜かれました、どっかで。次は何を思いつくんだろうと。で、思いつく前に研究に取り組まないとと。今回研究があるみたいですもんね。このアクティブななんとかみたいな。本当に科学やるってことか?有名な教授を研究室から連れてくるつもりか?あ、そっか、雇う人も変わるんですかね。だ、自分たちでやるんですよと説明しますね。講義ですか?彼女すごいですね。本当にコンサルタントなんでしょうかね。コンサルタントなのかな?すごい。知識量がすごいですね。基礎研究データが必要で、モジュール、あ、部品を作るために研究をして、そのグレード上げていくと、製品の。研究データの入手法も説明しますねと。まずは用意したものを使いましょうと。用意してくれたんですかね。では研究デスクを立てていきましょう。モジュールアップ、このパーツのことはね、こういう部品をグレードアップして、前回でいうところの電卓マーク2を作るために部品を強化する的なことだよね。赤字だ。さあ現状利幅がね、マイナス 524% と。どれですか。研究、これだね。こっち組み立てだもんね。あんま使わないよね。こっちやるか。どっちがいるかな。部品の方が多いもんね。何個かで組み立てるんで。まあ、あそこ買いたいな。当分先か。まあ、ここでやります。最悪移動しよう。
で、やればいいんですね。あ、2つあるね。前回の電卓マークスで使ったのがこのスタックだと思うので、足んないですよ。ポイント25しかないですけども、あ、じゃあ両方やっておきますか。こっちかな、片方ずつか。で雇いますか。自分でもできますけどね。こいつかな、はい、入って。この物流ってこっち成功してるんですよね。見とくか。部品を各々に運ん で完成品をここに入れてたまに運んでるから、一人で全部やってますよね。足りないでしょう。で研究してくれてますね。いいね、広がったね。前回のあのしょぼいガレージから工場立て直すんだと。こいつがね、コンサルタントの傀儡となって作るわけですね。まあ、とりあえずミスなくいければね、すぐクリアできると思うんでね。まあ、こいつの話を理解していかないといけないね。開いた口が塞がらない、本当の科学者みたいですねと。こいつがね、これでティア2モジュールを作れるようになりましたと。説明中にすまないんだが、ティア2とは一体どういう意味だ。説明しますね。モジュールタイプはティアセグメントを示す研究ツリーに表示されますと。つまりティアが高いほどモジュールのグレードが上がるというわけですと。最近は可能性が無限というわけかと。進歩の波に乗っているんですからねと。とにかくティア2モジュールを3個作ってください。まあ一応パーツなんでこっちで作りますか。ここで自動化の波を入れたいですね。つまりこれをパクればいいんでしょう。作業台を置いて、あれは何ですか。あ、そこまで置けるんだここ。いいこと聞いたな。でコーナーシルフを置いて、こうですよね。で雇います。あ、ちょっとね、まあ、雇用支援をやっているので高齢の方から入れていきましょう。いやすごいね、すげえ紳士来たんだけど。いやお父さんより年上でしょ。で先ほど作った、ちょっと待ってね、その前に行かないといけないもんね。ここでできるか、これやっときますか。まあ、この方の木のバージョンだね。木を使った電卓か、おしゃれですねそれしか浮かばないわ。ティア2、これを作っていくと。待ってね、これ運ばせたいな。どうすればいいんだ。じゃ見るか。違うな。なるほどなるほど。パーツと入れると。ってことはですよ、これとこのプラスチックとギリギリだね、入れて、でですよ、この完成品を入れると。でこの完成品をさらに、あーちょっと見えないか、移動します。現状だと売る感じですよね。まだ使えないのでこうでいいかな。これで、やってくれるんじゃないかなと思うんですが、どうでしょうか。でも追加できないかなこれ。いや無理でしょこんなの忙しすぎるって。やってみますか。ちょっと赤字覚悟で入れよう。できたらいいね。これで2人入ってるかな。あ、いけてるいけてる、よし。2人いないとねやってらんないよ。できてますか。パーツ足んないかな。あ、なんかここですか、もしかして。こういうのがいる。あー全部いるんだね。え、これはこうじゃなくていいのかな、どうだろう。いけたいけた、よし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 。どこから使うかもいるんだね。こう説明外ですよこれはもうやってないと思うんですけど、
まあまあまあ学んでいきましょう。やっぱ自発的にね学ばないといけないんですから。でこいつ暇になりましたね。あーここいっぱいか、どうしよっかな。毎週月曜日待つわけですよね。ちょっと大変だな。これ作ってればいいと。オッケーオッケーオッケー。まあこの流れをねしっかりと組んでいきましょう。わーすごいですね。次はエンジニアリングで欠かせない要素を紹介します。それは製品設計ですと。ほう、これお前の得意分野じゃないか。子供の頃絵を描くのが好きだったもんな。宇宙船ロボット、これは目をつぶってでもできるだろうと。ああそういう少年だったんですね。絵を描いて、いやこっち違うでしょ。少年の頃はね多分図書館に行って投資の本を読んでいるみたいなそんな小学生でしょ。あなたならできるはずですと。あ、彼女が言ったらね正解ですから。モジュールのセットを選択しなくてはいけません。特徴と欠点があると。あ、OK、 力か。任して任して。マッサージチェアとテレビを合体させたマシンとかどうだろうと。ああいいですね。二度とそのマッサージチェアからね動けなくなると思いますけど。アイデアいいですが、今あるもので製造しましょうと。そして作ったもので1000ゴールド稼いでくださいと。それはなんて言うんだろう、研究系だよね。一旦こっち置いとくか。あ、研究じゃない、これ組み立て、あ組み立てなんだね。じゃあこっちでいいか。ここなのかなすげえうっとうしいだろこれ。ここにしよう。こっちの横でデザインしよう。これが現在の電卓だね。新しいものを作成複製でもいいと思うけど、電卓を作りますと。でまず型ですね。これ何ですか。スペースが20。あ、欠点見ましょう。欠点、重量か。めちゃくちゃ重いですね。 4.7、 最高が10。値段が一応500で、付けられる最高の値段で適切な価格を設定し売り上げを伸ばすために割引が適用されると。へえ、市場パネルか。見ないといけないですね。まあこれは木を使いますか。金属からできて、欠点は重量が 0.1。 まあ軽くない、衝撃に弱いと。まあ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 。でエコロジカルフィットプリント、ああ木を使ってるんで環境に影響を及ぼすからそれを嫌う人もいると。まあその黙らせればいいですからね。あでここのポイントがあって、最小特徴値 0.10、市場力をプラスするにはこの値より製品の特徴の合計数から欠点の合計数を引いた値が高いほど高い必要がありますと。なんか入れろってことですよね。でまず電源寿命が 0.4、 映像表示精度ですかが 0.4 あればいいと。あじゃあこのこれを2つ入れとけばとりあえずはこの上はいけると。あとはここの2つですね。これさ電源スタックなくてもいけますね。これでも一応アピール力は高いと。ああなるほど、考えどころですよね。これをやらないことによって欠点が変わったりすると思うんですよ。熱損失っていうのがちょっと0点に上がっちゃうと。こうだね、短所、結構短所多いな大丈夫ですか。これを超えてこないといけないのかな、そのアピールするにはですか。最小特徴値0以上であればいいんだね。もっといいものができればいいのか。ただここの限界値があるもんね。これって上乗せできるかな。置けないんですけど、こうやって置いていきます。ああまあでもマイナスが増えていくなダメですね、まあ、これは消します。まあ、22で作ろう。楽ですけど、ちょっとこれ別で作るか。今の電卓とは別のやり方で作ろう。で、名前ですよね。どうしよう。電卓なんて何でもいいよね。
デンタ組んでいきましょう。オッケーですね。8秒で組み立てることができると。あ、色もあるか。あ、あるじゃないですか、しっかりと。あ、こっちの方がいいかな。銀行っぽいよね。うわー、これは見づらいよね。割り算オレンジ、これでいいか。よし、これで多分ここに追加されたと思うので、ちょっとこれは新しく作るか、組み立て台を。こうですよね。で、同じように、まあパーツ部分と出荷用の部分で分けて、でまず木がいるか。あー、なるほど。じゃあ作る場所もいるね。忙しい忙しいいや、めっちゃ面白いな。もしかしたら他のパーツを作る要素もいるかな。複雑だよね。木と金属だっけ。で、一旦こっちも設定しとかないといけないか。デンタ君だ、値段一緒なんですよね多分。そう、市場はどこで見れるんだろう。これか。これ割引しようよ、こんなの。売れなくなっちゃうよ、こんなんじゃ。占有率 0% 売れてるんですか。これ一緒ってのはちょっとね、ダメでしょう。今下げるべきじゃないな、投入してからだよね。廉価版として使おう。物流で、これたまんないっすね。入れて入れて、危ない、ミスった。で、一回棚だよね。一回棚入れて、で、他のパーツどうしようかな。他組み立てるかどうかですよね。あ、これはちょっといけるか。 OKOK、 いけた。閉じれますね。で、残り部分としては、この2つですが、厳しいよな。まあ、ちょっと追加も考えましょう。まあ、一旦止めちゃうのもありかな。手前のやつを。これでいけるよね。あ、雇わないと。まあ、とりあえずすぐに雇わなくて、まずはここの製造だけ入れて、運搬2人でいけるかな。いけるか。手が止まった瞬間があっちゃダメですね。働かせないと。ちゃんと仕切りがあるみたいだね現代チックでもあると。で、ちゃんとここに入ってくるようであれば、よし、入れましょう。こいつ使うか。研究がないですからね。まあ、最悪自分でできますから。はい、転職していただいて、来ました、電卓くん。あれ、待って待って、これ売っちゃってるな。これ使わなかったもんね。あ、売るの邪魔だな。ここね、全然入らないんで、一回倉庫とかも考えてもいいかもね。できてるできてる、もういっぱいよここだ、大きな倉庫に入れる的なね、設定がいるみたいですよね、物流でいうと。週1ちょっと甘いわ。持ってことしてる。あ、範囲外だ。どかしてこれ。あー、ちょっと待ってくれ。棚を増やそう。じゃあ普通の棚を増やそう。カバーしてないんで全体を。ちょっとそれはね、計算外ですよ。こうするか。ここでいいのかな。 OKOKOK、 意味不明ですね。まあ、一旦預かり倉庫として使えないですけどね。こういう場合手動にするのかな。まず回収だけでも仕上げたいな。
もらって、どこで、まあ、自分で売らないですよ。これで手動、ちょっと待って待って、それはかわいそうだな。ここにさえ入ればねいいんですけど、今詰まってたんでってことでしょ。頼むよ、お願いします。ありがとう。よし、オッケー。詰まってれば一度設定のリセットが完全に必要ですね。ここの9が生き残ってたんで、生き残ってて、まあ残ってたんで、そこが優先されてしまったと。オッケーオッケー。チャーリー喜んでないかな。ちょっとこの最後の寝ていただく見てブチ切れてますよ、チャーリーも。悲しいことにボスはいないんですか。ちょっとここにはってことだから、もしかしたらいるかもね。今多分ラスベガスとかね、いるんじゃないですか。ああ、まあ当然ですよね。ご冥福をお祈りしますと。基礎研究データについて説明しますね。基礎研究データは分析デスクでモジュールを使って生産されています。ああ、なるほど。じゃあ今いくらなんだろう。1か。でもう無理ですよね。で、増えてましたね今ね。これに使われたモジュールはどれも消費されます。次に分析デスクを設置して好きなモジュールタイプの基礎研究データを少なくとも8個サンプリングしましょう。うわ、どれもお前がよく見ていた SF 映画の世界みたいだと。そうだね。あともう少しでチャーリーのサーキットを軌道に戻せるんですと。本当ですか。一旦ここにしましょうか。結構新要素増え続けてるんで、そこまで一気にやるとね、私も混乱するしね見てる方も混乱するんじゃないかな。まあ、とりあえず、まあ、物流のせ方と、新しい製品作り方、研究などなど、学びましたね。で、現在これやるには、まあ、このポイントが1しかないので、1% しか進まないと。なので、これを作る必要がありますよってことですね。OK です。また次回続きやっていきましょうか。いや、面白いね。もっと理解していかないといけないですけども。この流れを作っていくのはいいですね。